預金協託金庫は、フランス復興世紀の1816年に、設立された資産集中運用機関である。フランス銀行の相方を務め、地方融資部門は、デクシアの前身となった。1578年、アンリ・三世が、預金協託水道館、リスブールでデポイ・コンシグネーションズを設置して、国庫資金を一元管理させた。また、 1522年から焼却金庫という制度が累積した国債を雑多な財源で買い戻して負担が減るように借り替えていた。フランス革命が起きて水道館は1793年に廃止となり、更新の国民財務一般金庫も1799年に生産された。ナポレオンは休眠口座であった焼却金庫を再編編成して、 国民財務一般金庫の業務を継承させた。この業務は少しわかりにくい。将来の税収を当て込んで国家財務を返済するのであるが、しかし手持ちがないので政府紙幣を発行する。その準備金に消却金庫の財源を当てる。財源は税収待ちの国庫が拒出する。焼却金庫は預金、教託金を受け入れたり、また公務員退職年金基金も管理したりした。 これら財政投融資は国庫拠出と並び焼却金庫の財源であった。焼却金庫は後の預金協託金庫とほぼ同様の業務を行った。焼却金庫の原資は1800年にフランス銀行へ委託された。しかし、焼却業務までは委託されなかった。この中途半端な措置は政治的な妥協の産物である。財務長官、モリアンが フランス銀行をイングランド銀行のような国家御用達しにしようと主張した。ナポレオンはインフレにつながる直接引き受けをできないようにしたいと考えていた。1816年4月28日の立法で焼却金庫が預金協託金庫へ改組された。前年末に大倉大臣コルベットがその金庫をして政府から独立させようと権利した結果である。株式で作る。 中央銀行と違って、国庫拠出金が事実上の資本金であった。それでも不足で、大有利を払い下げ、財当運用もするというので、応答派から異議相次いだ。そこで、法は、統制をかけた。まず監査委員会を設置した。これは、監査役と役員を兼ねており、定員と構成を何度も変えながら、現在も続いている。そして、消却業務と、 在等運用を分離した。第110条で預金、協託金を、焼却金庫に入れてはならないと今しめている。しかし、第111条は、全条で分離したはずの業務を共に、同一の監査と責任規定に服するとした。前年までコルベットは、サンジョルジョ銀行の理事を務めていた。サンジョルジョの存続は失敗したが、しかしコルベットは、 三条ョ,ョの経営原理に対する研究蓄積を、焼却金庫の改祖につなげたのである。2年も経つと、パリをはじめとして様々な出資者が、地域ごとに普通貯蓄金庫を作り始めた。これらの経営を安定させるため、命名の貯金は1829年から、国庫の当座勘定に、1837年からは、預金協託金庫に、すべて予託されるようになった。 1837年まで、預金協託金庫の負債項目で最大のものは、国庫から、消却金庫への拠出金であった。予託された普通貯蓄金庫貯金の額は、すぐに消却金庫の資金額を上回った。貯蓄金庫貯金は大不況で一層膨大なものとなる。一方、消却金庫は1871年9月16日の立法で生産されて、 休眠口座となった。預金協宅金庫の資産は従来パリ主債などの短期証券であったが、普通貯蓄金庫貯金を受け入れてからは、長期国債が大部分を占めるようになった。19世紀末から20世紀初頭にかけては、低家賃住宅組合へ貸し付けられるようになり、1913年に貸付金は長期国債の1、5程度にまで増えた。 これには1894年のいわゆるシーイグフリート、ポーローイ・ジークフリートという法的根拠があった。預金教託金庫と普通貯蓄金庫は、それぞれ資産の1、5まで低家賃住宅組合へ貸し付けることができるようになったのである。この融資はクレディ本市へと競争になった。なお、低廉住宅の遺送権は、ロスチャイルド財団などがプールした。余談として、 障害事情を述べる。植民地銀行の資本金の一部がフランス国債であったことから、預金協託金庫と指定金融機関の口座を通じて、植民地銀行へ配当支払いがなされたり、植民地政府の余剰資金の運用などがなされたりした時期があった。指定金融機関には当初フランス銀行が選ばれていたが、1874年からは、 パリ国民割引銀行の職償となった。この交代に伴い、予託金融金庫、植民地人形館の金融取引がパリ割引国民割引銀行の口座を通じてなされるようになった。1871年から休眠状態であった焼却金庫は、1917年10月26日の立法で戦時国債の消却を目的として業務を再開した。 焼却金庫には国庫から資金が拒出され、その運用はこれまで通り、預金協宅金庫の関西委員会に政策決定が委ねられた。1920年8月の関西委員会で、焼却金庫は現状の国際売り圧力に対して、無力という認識のもと原則的に運用停止することが決定された。大倉省がフランス銀行を代表とする19世紀以来の 死団に働きかけて、1920年6%利付国債の引き受けまでは達成できていた。しかし、価格の下落傾向は1925年まで引きずられた。一方、普通貯蓄金庫の貯金は、戦中の1917年から貯金残高の急激な上昇とともに預け入れ超過に転じた。1924年までほとんど超過は途切れなかった。 1919年2月までの関西委員会は、貯金はすぐに引き出されるかどうかわからなかったので、資産構成は、長期運用と払い戻しのバランスを取った。払い戻し用の資産構成とは、国庫当座勘定への予託及び不動債である。3月以降は、長期運用額を増やした。12月にクレディナショナル債が出ると、これを買おうとする引き出しに備えて、 普通貯蓄金庫は一重運要停止となった。しかし引き出し超過は翌年末まで起こらなかった。1920年1月10日、ベルサイユ条約が批准されて、世界各地の様々な法律関係が定まった。各地で行われていたいくらかの投資は収益を見込めなくなった。1921年11月にはドイツからの賠償支払いが止まってしまい、世界的不況にあって、 フランス経済は特にショックを受けた。政府は巨額の不動産を発行した。引き受けた市中銀行はすぐにフランス銀行へ再割引きに出し、国庫は調達したばかりの資金で、フランス銀行からの借金イコール国庫貸し上げ金をいくらか返済した。国庫貸し上げ金の限度額は見かけ上守られたが、不動産は財政の弱点となり、 その分銀行が利回りを得る格好となった。焼却金庫は1921年から国庫の拠出が大幅に減らされ、翌年には打ち切られて運用を停止した。普通貯蓄金庫と国営貯蓄金庫は短期のポジションを取った。1923年から翌年にかけては引き出し、超過が続いた。1923年初頭の監査委員会は、 資金を吸っていると見られる借り換え国庫証券を買い入れる判断に至り、結果として間違いな中期ポジションとなった。1924年不動産の流通残高が法定限度額を超えていたので、12月にガストン・ドゥメルグ大統領の左翼連合が40億フランを目標20年満期の5%借り換え国庫証券を発行した。大倉省は10月1日から協議して、 クレディリオネやパリ連合銀行を含む8行の手段に、計9.75億フランの引き受け額を割り当ててあった。さらに、大倉省は8日に、フランス銀行総裁を協議に加え、その場で、預金協託金庫の役割を検討し、遠回しに協力を打診している。預金協託金庫は12月5日の関西委員会が、前年同様に、長期ポジションを取る、方針を決定したが、 そこで予定された買い入れ額は5.2億フランであった。1925年2月から1926年6月まで、再び預け入れ超過となった。7月の通貨危機器が引き出し超過と、政権交代をもたらし、レーモンポアンカレ内閣が、フランは安定化策として、累積不動債のコンソル化を企てた。焼却金庫は1922年から、 拠出金打ち切りのため運用停止に陥っていたが、1926年4月29日の予算法で生産されて、預金教託金庫と別個の独立償却金庫が設けられた。この財源はざった不安定であった。8月にポワンカレは憲法改正と立法により、独立償却金庫を廃して、国防証券管理、タバコ産業経営、交際償却のための独立金庫、 ケスアウトの目でジェスションデボンズデラディファンスナシノール D エクスプロイテーションアンドゥストトリエールデタブックスイ D アンマーテスメントデラデッテプーブリークを創設した名称が長いために独立焼却金庫と呼ぶがタバコの専売経営を目的達成まで財源とする点は手堅く1927年末の時点で 収益の78.9%を占めた千倍利益は不動産の回収に貢献した。なお、預金協託金庫とは財政法でこそ分離していたが、しかし、フランス銀行総裁をはじめとする関西委員会の有力者が独立焼却金庫の主導権を握っていた。焼却業務の原理はナポレオン時代と変わらなかったが、 独立焼却金庫の発行する債券は10月だけで15億フランも国防証券を回収した。この勢いはまるで1960年前後にフランスが対外債務を減少させた勢いである。預金協託金庫総裁のタヌリーは手段を取りまとめ債券を引き受けさせた。預金協託金庫自身も債券を買い支えた。不動産市場の縮小に伴い、 それをコール市場代わりに使えなくなるという問題が出た。そこで預金教託金庫が短期信用を供給するようになった。フランス銀行が割引いてくれない手型を保有銀行の買い戻し役場付きで買い入れて1週間から3ヶ月までを返済期限とする貸し付けを担ったのである。1929年から世界恐慌が広がってゆく中、フランスは ヤング案の発行まで景気を拡大させた。1931年4月17日の関西委員会は短期信用の供給先を外国の一般企業へ拡大した。3月末の予算法では預金協託金庫の株式、社債買い入れ業務が認められていたが、4月の預け入れ超価格10億フラン達成が運用意欲を煽り、 同年度の買入れ実績は3億470万フランとなった。1932年、国防証券の焼却進展と国庫証券の新規発行停止がともに実現した。翌年から、預金協託金庫は引き出し超過にあってしまい、特に短期債は借り換えに対応せず、国庫に償還を求めるようになった。1933年、保有する 自治体債は0.71億フランとなった。前年は7.47であった。一方では農業国として1932年と1934年のそれぞれに3億フランと5億フランを農業関係に融資した。1938年11月12日のデクレが1895年7月20日の根拠法を改定した。これによって 準備金の貯金総額10%に対する超過分が国庫の一般会計予算に自動参入されるようになった。1936年に緩いカーブで底を打っていた株式、社債の保有口は1939年に突然5億フランを超えた。この年、預金協託金庫は航空機製造銘柄7社の新株などを購入している。 第二次世界大戦が勃発して、預金協宅金庫は直ちに本店をパリから西南のアンジェに疎開させた。パリ陥落後ビシー政権がなって本店がパリに帰ってきた。1940年12月18日の立法で元本が限度額以内ならば利息部分が限度額をいくら超えても構わないことになった。これにより、上半期の引き出し超過は収集され、 戦後までずっと預け入れ超過となる。さらに1941年10月31日の立法で自治体が一定割合の株式を保有するものを含めすべての貯蓄金庫が独立金庫となった。そして1942年1月31日のデクレによって貯蓄金庫の貯金金利収益に対する免税措置を原則廃止にした。 これら法的措置を総括すれば、大衆貯蓄がその規模において進行されながら、市場経済に放り込まれた伊藤の機会を封じられたということができる。1943年1月、占領下の大倉省から、預金協託金庫へ次のように打診された。シー当局は特定の民間企業3社について、すでに政府任命の役員を派遣しているが、 さらに政府が一定数の株式を保有することになっており、そこで預金協宅金庫が保有している3銘柄を譲り受けたいという承認と実施に並行して2月3日には株券の記名、または予託の義務が法定された。なお、打診の焦点3社には前年から預金協宅金庫とクレディナショナルが再編に参加していたフランス貿易銀行があった。 1947年5月9日、世界銀行が初めて借款を供与した。その相手は、クレディナショナルであり、金額は2億5000万ドルであった。世銀は、自身の根拠条約により、債権を世界市場へ売却して、資金を回収するつもりであったが、全部をそうすることはできなかった。合衆国輸出入銀行等への対外債務が、片付いてから、 世銀の大仏借款債券はフランス銀行などが引き受けるようになった。債券は後に預金教託金庫へ一貫された。こうして外債が焼却されてすぐに外資が進出してきた。1966年以降、それまで国庫が助成してきた社会住宅の建築原価を提供するようになった。1980年代以降は、 ヨーロッパレベルのカルテル規制が強まったので、民間金融機関と競争関係にある、預金協託金庫事業は1984年から2001年にかけて分離され、個会社化した。しかし、投資銀行部門のエクシスからは2002年時点で、副総裁が出ることになっており、人材の結びつきは健在である。エクシスは大資本向けの金融資産を運用しており、 他社の合併を積極的に行っている。1991年、預金教託金庫は、マニファクチャラーズ・ハノーバー・コーポレーションがドイツに持っていた、証券市会社を買収した。ハノーバー本体は、翌年に JP ・モルガン系のケミカルバンクに、吸収された。ハノーバー株は、NM ・ロス・チャイルド・ンサンズが10%保有した、ことがある。2001年10月、 預金協託金庫グループはバイエルン州立銀行と事業包括的な協力契約を結んだ。2011年にはベオリアトランスポールの事業整理に資本参加した。ありがとうございます。